おはようございます。よろしくお願いします。さあ36番入場ですけど、33番に繰り上がりました。なんとジャンバリのスタッフが入ってるらしいです。これが動画入っていいのだろうか。はい、ということで、通りました。っていうか、なんかゴッドの島全然いねえな。いいのか、ゴッドで。ゴッドでいいのか。はい、おはようございます。スピートレックマーメイドの朝、そして入場が終わって、僕の取った台が凱旋と。とりあえず、俺打ち。とりあえず今日の情報として、僕知らなかったんですけど、これ言っていいのかな。まあもう言いますね、僕関係ないんで。ジャンバリさんがやってる取材スタッポってやつらしくて、今日朝からすげえ人が並んでたんですよ。要は前代系があると。行っちゃった。で、まああると。そうすると島であるやつがいい。ハーデスか凱旋でもやったんですけど、角台の空いてる方にしよっかなみたいな、ふわっとした感じ入ったら、まあ凱旋が空いたんで凱旋にしました。僕の予想だと確実にリセットはしてると思うんですよ。こんな日に、こんな日に限って据え置きはないと思うんで、最悪な事態を見越しても凱旋かなと。最近スロットめちゃめちゃ調子よくて、2日前に化け物語よくできました前、一撃8000枚、次の日にセイントセイヤ、残り600何十ゲームとかになって、まあ結局それはあんま伸びなくて2800枚くらいで、まあ疲れたから帰ったんですけど、その日は。だからここ2日間で1万1000枚くらい出してるっていう、勝ってないほど仕上がってる、やれる感。うん、だからバキでいうところの毒が裏返った状態、ゆとり最高のコンディションであるっていうくらい仕上がってる今、引きが。この台の各最高出玉数が 18,521 枚みたいなんで、今日の目標は 18,522 枚。上がっちゃうんすね。俺これ多分天国じゃなくて前兆だと思う。上がってるというより当たってる。お前はもう当たっている。あれああ、びっくりした、びっくりした。あ、そうだよね。うん、はい、263ゲーム。当時の方が1万1000円と。今日なんかすごい心に余裕がある。お金も持ってるし、立て続けに解消したんで、財布に余裕がある。財布に余裕があると心に余裕ができる。かなり優秀な純増枚数なんですけれども、特に上乗せはなしと。まあそうだわな。とモードアップ、素晴らしいタイミング。超久々この演出。まあ行きました、211ゲーム。もう中段キラナも軽い。モードアップ半端ねえことになってきた。あー274枚、噛み合わないな。35ゲームじゃあもうちょっとだけ噛み合えば、この台の最高記録18000枚。お隣の方がリセット天井、まあ、やっぱり前理性は絶対してますね、間違いなく。本当に人減らないな、すごいな。もう11時半ですけどね、僕のとこ通路にまあ面してるんですけど、角台なんで、すごい人通る。ここ544枚。おー、いました。今のは油断してた。
うまこんなに早い段階からちょっとすいませんが箱使っちゃいます。いやー最高最高、多分持ちメダルがこれで1000枚くらい、まあ、目標まであと17000枚、794枚、もう1セットとかないかな、もう1セットでは別にもう20セットくらいあってもいい。いやでももう V 転廃したってことはやばくないですか。なんでなんでだなんでだ、全然わからん。なんか知らない間に事故ってますねこれ。やばい、あ6セットまで確定。始まった、全然知らないところで事故っている、なんでだ。こういうのがあるから凱旋はまず楽しいんだよな。さあ6セット終わって1777枚となります。どうでしょうか。素晴らしい。さあキナナ4連止まらず行くぜ。よし、ようやく来ました。残念、2035枚、そしてもう1セット。今おそらくサマエが2000枚くらい。いつぶりよこんな調子いいの。2467枚さあ残念、まあ、今持ちメダルが2500枚くらい。おい、うおーよかった。どうなるかと思いました。 BGG、 いやー580ゲームもう持ちコインが100枚ないくらい、2400枚くらい飲んでる最中でした。おー、BGG、 あんなに調子よくてここから負けるのかよとか思って、もうムスーっとしながら打ったけど、いやよかったっすわマジで。嬉しいというより安心感の方が強い。いやでもそう、アッコラで打った時は出て飲まれ出したからもうやめるみたいな感じで、やめた後にゴッドを引かれたけど、今回はもう2500枚あってマイナス域まで行ったけど続けた結果ゴッドが来たと。よかった、危うくやめたらハイエナされたこのゴッド。はい、ということで、382枚、え、大丈夫だよな。あー、よかった、安心しました。6セットまで、今なぜかわかんないんですけど反応が遅れた理由として、本当になぜかわかんないんですけど急にキングギドラの公開処刑が頭の中をずっとループして、すごいなんかやだなと思って、なんで今こんなすげえ頭の中流れんだろうなみたいな考えてたら当たりました、よかった。キングギドラのおかげ。一応見えてる分1906枚で終わりました。6セット、おやりやした、はいはいはいと、よし、さあ大事な大事な G ストップいきます。はい、オッケー、オッケー、とりあえず最悪な結果は回避。8セット目まで、そしてキナナ4連流れ崩さない、オッケー、さあ
一発。じゃあこれ9セットまで確定と。はい、2192枚、順当、素晴らしい。残り2セットです。さあドン、オッケー、もう一発か。10セットまで確定、本日最高手玉になります。これがマジよかった。一時はどうなるかと自国の淵まで行ってきましたからね。一回よかった帰ってこれて。3000枚突破、おめでとうございます。ありがとうございます。いやー嬉しいなー。もう気づいたんですけど、なんかさっきまですごい飲まれて弱気になってましたけど、結果蓋を開けてみたら、まあ、3000枚出てるわけですからね。やっぱりまだ何打っても勝てる期間継続中、無敵モードエンペラータイム。さあ10セットの3154枚、もう目に見えてる分はここまで。キナナが2連、終わりかな。10セット、いや上出来も何も上出来、最高の出来。ここで仮にリップさんがまた立て続けに 2,3 回ポンポンポンと外れるようだったら、ヘタレやめしちゃおうかな。勝ってるし、勝って帰りて。お？俺これ知ってる。これって確かこのゲームで AT が確定、ガゼのブラックホールが出てましたって時に、そのブラックホールの連続中にAT が確定するとこうなるはず。なんかの動画で見た。うん、今だ69ゲーム、だから93ゲームまでに当たらず。こんな珍しいの起こんなくていいんだよな。ちげんだよな、ありふれてる珍しさでいいんだよ。今欲しいのはチャンスボタン激アツ BGG とか、神のイカズチ BGG とか、みんなが見すぎてもう見飽きたやつ、見飽きたやつ欲しい。そんな面白現象ね、いらないよ。92、最大前兆でしたね。93ゲーム、いやーでもよかった、初当たり早くて。ちげんだよな、もう俺が見たいのは出玉。こんなに純増があるのに、キナナこれなし。351枚、単発。あれ一応さっきもあったっちゃったんだけど、100ゲーム前くらいにこんな連続で冷やかされるかな。いやでもなんかあまりにも間が空きすぎている気もするんだよな。これでわかるわ、裏転。あーようやくっつうか、まあ裏転っすね。もうこんだけ3000枚飲まれた。現在8時10分、約7400回転回してます今。もうこれでラスト、時間的にももう思い残すことはない。これ単発で終わったらもう本当に嫌いになる。ここか、あーち、あーよし、よし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 、なんでなんでなんで。凱旋打ってて朝から夜8時12分に追加投資、やべえだろマジで。じゃあまあ3200枚くらい飲ませたわけですね、一気に。すごいですね。投資全然いってないけど、まあ、精神的にね、1万2000円投資が686ゲーム裏天国から AT 1万2000円ですね。投資いきます。
これがもし閉店まで出てくれればまあ2時間いやもうそういうこと考えるやめよう。単発じゃなきゃいいやもう。2000円だから94枚、564枚。じゃあ2連して順当通り出て564枚を目指すと。マイナスで帰りたくない。俺朝1万8000枚出すとか言ってたのに。勝ってないほど仕上がってる、やれる感。今日の目標は1万8522枚。すごいっすね、こんなに人間のね志って変わっちゃうんですね。今564枚ですからね、目指してんの。半端ねえマジで。ちげえ、564枚じゃマイナスなんだ。636枚必要なのか俺今。え、だって53枚の106でしょ。うん、636枚。マジかよ、出ねえよ636枚なんて。ぴったり300枚。頼むぞマジで。そうだよな、そうだよな、そりゃあな。くっそ、ただでさえメダルが欲しい状態なのになんでこう削るかね。次か、12ゲーム。ここでキララ5連させればもう今日まくる。なんでそんな話してんだろうな、もうやだな。7000回転以上回して8時になってる段階でまくるかもみたいな。もう向いてねえな凱旋。うすうす気づいてはいたけど、こんなに好きなのに俺は凱旋のこと。凱旋は俺のこと嫌いみたいだから。今日の勝利が決まるレバーボン、10時間23分回してきました。回転からもう7000ゲーム以上、おそらくこのレバーオンをするためだけに回してきた。終着地点がここ。いきます。近く、あざます。疲れた、腹も減ったし。マジここで来るか、頼む本当に。もうこれで外れたら嫌いになっちゃう。長かった2発目。3000枚の回して追加投資までして、現在時刻20時30分。本日2発目ありがとうございます。激動すぎるでしょ今日この台。多分3000枚伸ばせると PGG が引けるようになってる。全く同じ出方しそうだなこれ。ありがとう凱旋、感謝の8000回転やるぜ。もう8000回転回ること確定したんで、2500枚出て全部飲まれて PGG 引いて3000枚出して全部飲まれて、今裏点から PGG と変な台。あーでももう安心感半端じゃないマジで。当分凱旋打たなくていいな、堪能したわ。天国も地獄も見ました今日は。1568枚。おーっと、思ってたより1個多い。裏点の分かな。9セットまで確定。ちなみに今日もう凱旋の島半端ねえことになってます。後でちゃんと撮りますけど、まあもう間違いないでしょう。すごいっすね取材系ってやつは。こんなに力入れてくれるんすねお店が。もう分かりやすく
そりゃ人も集まりますわな。スロットの合計台数多分ビートレってすごい少ないと思うんですけど、この台数でね、外線が何台だ、10台か11台11台かあって、全6ゆるせぽね、もうおそらく全6、別に絆には設定入ってるし、 A タイプも出るとこは出てるしっていう、そりゃ行きますわな取材。もう今度からは取材系行こうって思いました。僕は今日この状況を見てもう全然違いますもん。本当にすげー出てる。正直もうビートで何回も来てますけど、撮影であったりカメラマンであったりで来てますけど、一番出てる今日が、うん、間違いなく。いやー、ジャンパリってすごいんだなーって思いました。まあでも、まあ、ジャンパリがすごいっていうのはありますけど、スタレポっていうのがすごいっていうのもありますけど、でもこのスタレポっていうのはなんかツイッターで聞いたところによると、やっぱりそのぶっこ抜く店はぶっこ抜くと、このスタレポをやってこういうきっかけがあるとはいえ、まあピートレもすごいっすわ。ケイ10セット目。いやー、もう本当に破天荒よこの台は。10連チャンで2600枚、少ないですね。まあまあまあ、よかったよかった。ああ、まだあった。もう本当にいくつあるか分かんない。裏点が仕事してくれてる、ちゃんと。1個は自力で乗せたんで、いや裏点でもう5個稼いでる、素晴らしい。さあ2963枚、11セット、あってもおかしくはない。弱いな、ないんじゃないか。いやマジすごいグラフ作っちゃったな今日。やめます、お疲れ様でした。凱旋、はい、9285、4600、3000、8000、8900、8000、1700、1742、9300、1300、14000、3200と、一番下のが僕の台ですね。そしてこれマジ半端ない、マジ半端ないですね。そしてじゃあもうグラフで見た方がいいっすね。あーでもゆるせぽねはやっぱりもうすごいっすね。あーおめでとうございます。これマイジャグ3ですね、すごいですね。マイジャグ3人全然いなくて、唯一あの積んでた人だけが売ってて、カチカチしながらきっちり出してるもんな。あれがパチプロってやつなんだろうな、マジ半端ない。これが私の台ですね。でこのお隣の方、これはマジもうバケモン、バケモンです。はいはい、すごいですね。でもう結構皆さん流しちゃってるんで、まあもう10時なんで、そんなことありうるんか。あー間に合わない。まあちょっとすごかったのからいきますか。まあゆるせぽねドン、すごいですね。ゆるせぽねもしかしなくても前代プラスですね。前代プラ半端ない。 BB92 だって。あ、まあ絆も出てた台は出てたんですよね。あ、もうこれとか、あとこれ、はい、まあ、後ろの方は出てないですね。その入り口から入ってって手前側の方が出たかなっていう感じ。凱旋の履歴が本日こちらになっております。もう間違いなく全録なのではないでしょうか。ちなみに僕のはもうこれですね。もうお客さん側のドプラスですね、凱旋。はい、という感じでした。以上スタレポ報告でした。流します。
3000枚ギリギリ数。はい、ありがとうございます。2984枚。長い長いピートレ実践がようやく終わりましたよっと。これね、データすごくないですか、スランプグラフ。いやー、よかった。結局勝負を決めたのは PGG でしたね。僕はこれから満員電車に揺られて帰ります。では。